令和2年12月3日、阿蘇市一宮町の阿蘇神社で、熊本地震で被災した拝殿の上等祭がありました。4年半前の熊本地震で、拝殿や楼門が倒壊するなどの被害を受けた阿蘇神社は、現在、令和5年の再建を目指して復旧作業が進められています。この日は、柱と梁の組み上げが終わった真新しい拝殿の中で、 阿蘇神社の氏子や工事関係者などおよそ60名が参加し神事などが行われました式では屋根に取り付けられた紅白の紐を参加者が掛け声を上げて弾く「引き綱の儀」大工が屋根に上がって木槌を振り下ろす「土打ちの儀」そして参拝者などに紅白の餅を投げる「三平三線の儀」があり 今後の工事の安全を願いました式の後、阿蘇これ国宮司は無事に上等式を迎えることができ皆様のご支援があってこそと感謝しています皆様の気持ちにお返しができるよう復興に邁進していきますと話しました拝殿は来年6月の完成を目指しているということです